待って、強すぎじゃん。あ、フィラの実拾ってきた。で、これでフィラの実食べる。待って、強すぎでしょ、これ。やばい。これマジで強いじゃん。はい、どうも、スクルトです。ということで、今日は何の日かわかりますか？12月、4日なんですけども、なんと、巨大マックスカピゴンの方が実装されました。はい、ってことでね、まあ、1時間ぐらいいろんなとこね、ワイルドエリアなんか、どこでも出現するみたいなんで粘ってたんですけども、ついに、ここに、この姿はもうこれ巨大マックスカビゴンでしょってことで、早速ね、挑戦していきたいと思います。光は赤色からね、出現するみたいですね。紫も出現するんかな？どうだろうね。赤の星5。来た来た来た。カビゴン。カビゴンで入ってくな。おい。見せびらかしてんな、さては。ああ、なんかザシアン、今。なに通信切断されたんだけど。嫌がらせじゃん。めちゃくちゃ嫌がらせ受けたんだけど。なんかたまにいるよね。入ってきてさ、切断する人。いや、これは草。いや、森だわ。森。めっちゃ木。腹から木生えてるんだ、これ。でもノーマルタイプっていうね。完全に草タイプでしょ。すげえ、色違いの、なぜか色違いのオトスパス。てか、こっちが通常色っぽいよな。なんか、気色悪い青色のタコだからさ、これ赤色だから、こっちが通常色でしょ、絶対。さあ、というわけで、インファイト、効果抜群なんで、バチコリと削っていきましょう。イケザシアン。かわいい、なんか、覆面のプロレスラーみたいな。イケダイナックルバチコン、さあ、あと少し。パリーン。あと一発。オッケー、カビゴンやっていく。さあ、捕まえていくぞ。何ボールにしよっかな。これ、毎回迷うんだよね。どうしよう。あっす。ちょっと重たそうだから。もったいないけど。おら、これで捕まらんかったらマジでなえるからね、俺。さすがに。おえおえおま、はい、というわけで気を取り直してね、2回目やっていきたいと思います。いけー、やれ。オッケー、ナイス。さすがうちの無限ダイナちゃん。さあ、今度こそは捕まえるよ。今度こそは捕まえるよ。ヘビーボールで。頼む。お願いします。もう嫌です。もうやりたくない。おれー、カビゴン捕まらんかったらヘビーボール何捕まえれるんって話を。マジで言ってんの、もう。マジで言ってる。おい、絶対次こそは捕まえる。三度目の正直ってやつを見せてやるよ。けけー、ナイスー。よし。もう捕まえるしかない。マスターボールはもったいねえな。だってもう、ハイパーボールしかなくない？ハイパーボールの方がヘビーボールよりさ、背のいいのこれ。もしかして。なんかヘビーボール俺めっちゃ背のいいイメージあったんだけど。ヘビーボールでカビゴン捕まえれんかったらさ、もう何も捕まえれんくない？いや、ハイパーボール、最強だわ。おーい、嘘だろ？もう無理。マジ無理。オッケー。もう知らん。もう俺は知らん。マスターボールはこいつに使うためにあるんだ。絶対そう。もういいだろう。もういい。行けー、マスターボール。絶対捕まえるマン。
や、思った以上にね、苦戦しすぎた、マジで。これで捕まらんかったらマジで不良品だからな。中国製だからな。頼むぞ。オッケー？よーし、オッケー。てててててて。よし、オッケー。はい、というわけで気がついたらね、育成してしまいました。なんか育成動画になっちゃったけど、特攻抜けの 5V が、理想個体となります。で、技構成。あれか、まず持ち物。持ち物がフィラの実。ポケモンに持たせると、ピンチの時 HP を回復する。まあ、これ4分の1ぐらいだったっけな、確か。なんだけど、特性食いしん坊のおかげで HP が少なくなったら木の実自動で食べてくれるんで、まあ、フィラの実と非常に相性がいいです。で、努力値は HP と防御に振りました。はい。で、技構成が、空元気、炎のパンチ、腹太鼓、リサイクルですね。はい。で、性格の方が、真面目だったんですけども、ちょっと薬使って、防御、上げ、特攻下げのワンパクにしました。はい。ってな感じで、めちゃくちゃ強いと思うんで、早速バトルで使っていきたいと思います。レッツゴー。腹太鼓。勝った。最強じゃん。物理受け最強。まずこの腹太鼓で攻撃力を最大限上昇。はい。で、ここでフィラの実を食べていく。で、回復と。で、ここでダイマックス。もう大バーンでしょ。いきます。ガッすげえ、マスターボールの巨大マックス初めてだよ。やってやれ。うい。うおーうおードダイトス。HP バカ高いやん。てかこいつ寝ててさ、絶対バトルする気ないよな。嘘泣き。全然問題ないよ。待って、腹から出してる攻撃。圧倒的強さ。よ。ニンフィア。いやー、こいつを突破することはできん。さあ、カビゴンの巨大再生。これ専用、これダイマックス技かな？巨大再生で木の実がね、復活するらしいですね。うわ、だって強っ！100% ではないけど、木の実復活かな。あ、復活しなかったんだ。で、これで食べたフィラの実を復活させるっていう。強くない？普通に。ぶっ壊れ性能でしょ。確率どれぐらいなんだろうね。もう一回巨大再生やってみよう。よー、硬いよ。待って、強すぎじゃん。フィラの実拾ってきた。で、これでフィラの実食べる。待って、強すぎでしょ、これ。やばい。これマジで強いじゃん。マジカルシャイン。これ結構痛いな。大丈夫か、全然。で、これでリサイクルで、フィラの実を復活させる。そして、フィラの実食べる。これがリサイクルカビゴンよ。で、まあ、空元気。空元気の方が威力弱いか。まあ、いっか、から元気で。はい、マジカルシャイン耐える。ドカーン。待って、強すぎ。嘘、待って。待って、腹太鼓カビゴン強すぎじゃない？これ流行るぞ。あー、ダイマックス切ってくるか。ちょっときついかもな。さすがにダイマックス技耐えられないな。しかもこいつ特殊型だから。特防はそんなないぞ。とりあえずリサイクル。オッケー。さあ大サイコ。痛い痛い
痛いがリサイクルで何とか耐えていく。いやでもこれね、相手のダイマックスターン結構切らせるから、普通にカビゴン強いと思う。レート戦とかでも。とにかく相手の3ターン切らすことが大事だから、カビゴン相当強い。これワンチャンもう一回耐えるよね。耐えていく、耐えていく。ガチで強い。もうちょっともう一回厳しいかも。頑張れカビゴン。おいしいおいしい。巨大天罰？それはダメだ。あー、どんまい？いや、GG。はい、というわけで今日はカビゴンを使ってみました。めちゃくちゃ強いので皆さんもぜひ作ってみてください。というわけで今日の動画は終わりたいと思います。おつると。